外側にガーンと逃がす感じでいいですか。そうですね、ちょっとあんまり考えてないんで、はい、とりあえず上げる、とりあえず感じろと。そうです、さすがです。よし、じゃあ101台飛ぼう、終わるぞ。昨日も頑張って、頑張って、頑張って、早くん行くよ、撮ってるよ。本当ですか、うん、はい、やって。絶対僕の方向いてないもん。はい、ほら、1 2 早くん、ちゃんと、あと何回、え、じゃあ8回8。はい、早くん、今何本目、5、あと5本、はい。なーい、おら、オーケー、落ちてます、僕の綺麗な方、絶対 OK、 よいしょ。あ、いいえ、私は何号ですか、内側。あ、そうそう、内側、内側で、はい、ちょっと大丈夫ですか、自宅内に入るの携帯は、それが浮かぶなんですんだよな本当は。すごいっすね、やばくないっすか、ハッパキだね、これが思いつけよ、バッシュ撮ってる、大丈夫、撮ってるなら教えなくてもよくないですか。いや、さっきあれ、あれだったら、またないな、いきますよ、せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ、僕も勇士取ってますから。はい、早く、はい、1、頑張れ、ハナさん頑張れ、早く、ハナさん頑張れ、わかるぞ、もういいんだよ、ハナさん、ハナさん、ハナさん、頑張れ、よし、一発軽々、すごいね、凄まじいスピードだね、凄まじいスピードだね、すごい、凄まじいで意識痛そうっすね。大丈夫、選手は90キロってことだね、これもね、エクステンションの重量じゃないんだ。もう90キロ持っていくのがやっぱ90キロはすごい、筋トレしてる姿すごい絵になるね。うん、かっこいい。
彼の多分こだわりとして多分決してストラップはつけない あんまつけない方がかっこいいですよ。そうかないので白井君結構ね、あのね、リストラップとかちょっとめめしいっていうね、ちょっと男らしい感じなんで、停止感覚かどうかチェック。2人にちょっと何問かしたいと思います。え、すごい。いいですか。はい、じゃあどっちかが手を挙げてください。どっちかは、はい、メインで食器を洗うのはどっち。おお。停止感覚だったらメインでご飯作るのはどっち。おお。停止感覚。あれ。おお。お風呂沸かすのはどっち。あ、お風呂は沸いてるんですよ、もう。沸いてるずっと。温泉。そんな感じです。実家温泉。みたいな感じ。うん。すごいね。マジ。はい。じゃあ怒った後謝るのどっち。わあ、ポイント高い。これポイント高い。これはポイント高い。告白したのはどっち。こっち。おお。素晴らしくね。素晴らしくね。いやこれダメだ、俺どんな質問しても自分がさ、惨めになってくるから。この夫婦ちょっと勝てねえよ。これすごい。すごい。バランスがマジですごい。メインで稼いでるのはどっち。ほら。あら。ひも疑惑出た今。ひも疑惑出た。大丈夫でしたっけ。ひも疑惑じゃない。ちゃんと働いてます。ちゃんと公務員なんですから、ね、はい、あ、消防士って言って。ちゃんと消防士なんで。あのひも疑惑。奥様が、あのね、自分とか経営されたりしてる。元気を迎える。いや、でも素晴らしいね。どっちも働いてて。うん、あと耳が痛いでしょ。泣いちゃいそう。じゃあ、はい、はい、ここ。ベッドリフトの重さは、うわぁ、もうちょい前、うん、よし、いきますよ。はい、よし、せーの。やっぱ、そこに抱えちゃうよ。いや、これ2レップでできる。そうなる、これは。俺はこうなるのは、うん、すごい。そこで抱えるのがね、ひじがちょっと上がんなかったら、下ろして。はい。よし。あ、ちょっとトレーニングしてると上がる。多分俺一人だったら上がんないと思うから。いいかなと思っちゃいます、うん、なんかね、神々しいんだよね、白井君。わかる。純粋なさ、まっすぐなこれがマジでこう。素晴らしいね。俺はちょっと肘気をつけましょう。肘気をつけないか。これ95なんで、これはダメだと思ったらもう下ろしちゃう。無理せず気をつけようがない。いや、いいかな。これちょっと試合も上げますよ、最初の。あ、大丈夫ですか。はい。うリフトアップがね、ここまで来て結構大変なんですよ、うん、これすごいな、迫力。すごい。ほら。よし。
白井くんさ、タッパもあるじゃん。あ、身長そうですね。うん、やっぱこのさ、タッパがあってこれだけ筋量あると見栄えやばくない？うん、やっぱ、うん、スケール感すごい。そう、あの前世紀のさ、小沼さんみたいなね、うん、ガーッとギューッとグーッとほらーガーッとほら、ハガーもうグーッとね、ちょっとね、あのハガ君の補助を小沼式でいきたいけど小沼式で小沼式、うん、肘マジいくやつだこれやばいやつだということで、90キロまでってことで、まあ、うん、十分すごい、うん、白井くん95上げてましたけど、これやばいね、メンタマ飛びそうな、90超えたあたりのからの5キロがなんかちょっと違う次元入ってくる、ただですよ、90キリギリだから、確かにもう歯が立った、ちょっと歯がだけに歯が立ったらいいね、そう、はい、ということでですね、今日は、白井くんの、キチガイと呼ばれる腕トレーニングを、2種目ご一緒させていただいたんですけど、まずナローベンチから始まり、はい、でナローベンチもね、もうナローベンチの重量じゃなかったです、160キロで、いつもメインがあれで組むんですか？そうですね、大体160で、はい、で、その後このね、トライセプスエクステンション、今日は95キロで、これはね、皆さん真似しないでください。肘いかれる種目かもしれないので、ね、白井くんぐらいやり込んでる方限定になりますから、ね、気をつけてもらって。はい、で白井くん今年は何か大会は？そうですね。今年はその嫁が、はい、仙台に行きたいみたいなんで、仙台でちょっと開かれる大会に。はい、出ようかなと思って、あ、奥様が仙台で牛タンとずんだが好きってことで、はい、じゃあ俺がそこに出て食べさせてやろう、はい、せっかく行くんだから、はい、僕もちゃんと鍛えて、はい、絞って大会出て、はい、で美味しいご飯食べようっていう作戦です。ボディ以下、白井君、はい、よく聞け、なんすか、なんすか、ボディービルに色恋はいらん、違う、いやいやいや逆ね、白井くんの場合はそれがあるから頑張れるっていう、ね、そうですね、本当に嫁のおかげで、奥様の理解度が半端じゃないということで、じゃあ今日、白井くんジムでトレーニングさせていただいたんで、白井くん、うちの動画最後、ね、オープニングは奥様がね、どんなのしあれでしたけど始まるよ、エンディングはね、しっかり白井くん最後に締めてください、しっかりしてください、しっかりしたやつで、よし。